はい、こんにちは、カズボーです。ドラゴンクエストモンスターズジョーカー続きやっていきたいと思います。前回ですね、エスターク仲間に入れたんですよね。そして今ここのね、まあラストダンジョンでちょっとレベル上げたり、まあ都のメタルエリア行こうかなとか思いながらねやってたんですけど、まあとりあえずね20まで上げました。まあ20まで上げるにしても他のモンスターとやっぱ違ってね、はぐれメタルとか出てくるので、まあ2匹ぐらい倒してね、だいたい20くらいになります。28,427 でとりあえずまあ、攻撃力がもうちょっとで、ね、700いくんですよね。まあ、ここのカンダタと比べると、もうちょっとでね、カンダタに追いつくんですよね。まあ、これはね、もう時間かけてレベル上げたんで、いいんですけど、こっちね、もうちょっと欲しいなと、仲間入れた時レベル30だったんですよ。だから30まで上げて、今回何をやろうかというと、このね、エスタークをね、まあ、仲間に入れて、まあ、派生したんですけど、このエスターク実は自分が作ったんですね。というのが、デスピサロとヘラクレイザーでできるんですね。こういう感じで。まあ、前回の動画で紹介しましたけど。で、そのヘラクレイザーを作るのに、メタルキングとカブト小僧でできるので、まあそういう感じでね、エスタークを攻撃力上げて、まあメタルスライムをね、スカウトしやすくして、まああの、例のね、もう一個のソフトにメタルスライムを預けて、スカウトして仲間入れて預けてってやってね、スカウト率を変えない状態で、まあメタルを増やして、アルカポリスの2階でね、配合して、はぐれメタルをね、4匹作って、配合してメタルキング作るみたいなね。まあ、そんなやり方をやったんですけど。ですね、今回はこの、そのメタルキングを使ってできる配合をやろうと思います。なので、まだね、もうちょっとエスタークのレベルがもうちょっと足りないかなって感じでね。ここから一回も回復しないでね、ここまでね、上がるぐらいなんで。だいぶデータ強いですよね、これね。はい、都のメタルエリアがありまして、ここね、はぐれメタルとかいるんですけど、ね、奥のね、メタルキングとか、こんなの倒してると、まあ、レベルも上がるんですけどね。で、はぐれメタル2体と、メタルキングをね、自分、倒しまして、で、残った時間あればね、メタルスライムスカウトしてるみたいな、そんな感じでやってるんですよね。もう大体一撃で倒せるので、まあ、レベル上がりますよね。で、これスキル振ると時間もったいないので、これ1万もらってもね、本当にこれしか上がんないので、1しか上がんないとかね。30まで上げたいんですけど、まあ、とりあえず時間がかかるので、まあ、こんなことをずーっと繰り返して、他のね、カンダタとか、キャプテンクローとかね、まあ、預けてるモンスターとかもそうですけど、レベル上げましたんで、おっと。まあ、ロスですね。まあ、いいや。もう一撃で倒せるって時点でね、時間短縮なので、これ逃げなければいいので、まあ、メタルキングといえどね、まあ、2万くらいなんですよね、経験値が。なんですけど、レベル上がるんで。お、24まで上がった。こういうのも、カンダタ越えしてますよね、今ね。まあ、とりあえずはいいとして、これはね。まだ40秒あるので、このはぐれメタルをね、あとはどれだけ狩るかっていう話です。あ、メタルスライムになっちゃった、今。まあ、いいか。うわ、メタルになってるし。メタルね、今ね、ちょうど持っちゃってるんですよ。持ってなかったらね、スカウト率上がるんですけど、もうちょっと倒しちゃいます、これは。スカウトできないんで。7% ぐらいしか多分いかないと思うんですよ。この状態だと。いなかったらね、もっといくんですけどね。まあこんな感じで、あともう一回ぐらい入れば、まあ30いくんですけど、とりあえずね、今回レベル上げが目標じゃないので、メタルスライムをね、まあいっぱい捕まえてるので、まあそれを配合してね、はぐれメタル作るっていう話なんですけど、まあ前にあった戦法ですね。メタルスライムを持ってれば、もう一体ね、なんだっけ、デオドラントじゃなくてどこでしたっけ、あれ、アルカポリス島の2階で配合すればできるので、もうこれ時間ないから、これでね。お、コンプリートしたか。お、しかし。威力上げっかな。勇気でいいか、ベガマズ一応覚えてるからね。最大 HP も上がるんで、もう765、強いね。734までいってる。これでもう、時間終了なんで。まあ、これ繰り返してレベル上げてもいいし、まあ、25まで上がりますよね、普通に。まあ、こんな感じで、まあ、レベル上げたり、残りの時間あれば、メタルスライムをね、手持ちにいない状態でスカウトして、まあ、メタルスライム、例えばスカウトできたりとしたら、預かり所に預けますよね。で、まあ、自分の場合だったらね、まあ、GP といってセーブしてもいいんですけど、まあ、セーブして、
他のデータにね渡して、またねここ都のエリアをやってレベル上げて、メタルスライムでスカウトできればスカウトしてみたいな感じでね。でメタルスライムだけ集めたい場合はあそこの方が出ますね、モルボンバと。昼間にリリパッドと戦ってると大体ね5回ぐらい戦ったら1回ぐらい出てくるんですよ、ね。まあね結構集まるんで、まあ、ここでね、まあ、レベル上がったんで、まあセーブしての繰り返しですね。そんな感じで、まあ、集めたのが、まあ、こちらになります。あ、やっぱりそうだ、あの間違えて持ってたのがこれね、あの交換でもらったキャプテンクローなんですけど、と言いますのがこのゲームねキャプテンクローを1つのソフトで1体しか手に入らないので、まあ、どっちみちね他のデータからもらう必要があるんですね。でこのもらったキャプテンクローなんですけど、攻撃力722あるじゃないですか。これで、ね、何回か配合したキャプテンクローなんですけど、まあ、いずれ配合しますけど、はい。そしてこれがねあの動画内で捕まえたキャプテンクローですね。まあ、捕まえて入れといたらなんだかんだねレベルマックスまで上がっちゃったって話なんで、まあ、82万ぐらいでねマックスになりますね、キャプテンクローも。で何も配合してないので、先ほどのキャプテンクローは700いくつか攻撃力あったんですけど、まあ、あのクラッシュがなくてね何にもドノマルなねキャプテンクローのまま強くすると、まあ、こんなもんですよね。まあ、ここに1回違うモンスターでも配合してキャプテンクローを作れば、まあ、強いキャプテンクローができるので、もうスキル見たら分かりますよね、もう攻撃力アップとキャプテンクローしかついてないので、まあ、これはね、まあ、相当ね弱いやつですね、自分で捕まえたやつ不明で。他のもう1体の方のキャプテンクローはいろいろ配合したキャプテンクローなんですけど、まあ、それはね今回の趣旨ではないので、まあ、2体ねいずれ配合するんですけど、あのですね今回はですねメタルなんですよね。まあ、もう一度おさらいなんですけど、このはぐれメタルとはぐれメタルね配合してはぐれメタル作りますよね。はい、そしてはぐれメタルメスが誕生したってなりました。メスなので次はぐれメタルのオスが欲しいわけですよ。そしてねこのねはぐれメタルなんですけど、これねまあ、なんとか自力で捕まえたハグレメタルなんですけど、これがね家系図見ると不明って書いてますよね。配合でいいだなと思って、まあ、メタルスライムからねいつも作ってるんですけど、たまにねこういうね奇跡もあるので、はい。そしてねここねデオドラントのレベル上げてましたね、さっき魅惑のメタルエリアで。でデオドランついでなんですけど、このデオドラントの祠の子今2回来ましたけど、2回行ってこれねすぐねこっちですね、左側かな、こっちかな、ここに行くと、あ、いるかな？あ、いないか。ここにゴールドマンいるんですよ。これをね、ちょっとね、2体ほど捕まえたいなと思いまして、今回のね、配合の果てに必要なんですよ。あ、いたいたいた。これね、このゴールドマン、もう今となってはもう本当に弱いと思うので、あのキングスライムと同じような感じですよね。おまけもついてますけど、これスカウトで、あ、こんなもんなんか。キングスライムよりやっぱ捕まえづらいかも。でもエスタンク強いなこれ。あ、そうか、物質系にダメージ与えるのか、アトラスの金槌。まあ、これ持っておけば、まあ、何回かやってればね、まあ、こんなパーセンテージがあるので、まあ、捕まるとは思いますけど、これ、ちょっと2体捕まります。オスメス欲しいんですよね。はい、1体目。まあ、なんで欲しいかというと、後でまた説明しますね。これ使っちゃったんで、またね、手に入れるんですけど、とりあえずね、メスなので、まあ2体目になってくるとね、やっぱりね、まあ貯めれるモンスターの方がいいかなって感じはするんですけど、多分パーセンテージ先ほどよりはいかないと思うんですよ、全然ね。ですけど、まあ捕まんない数値じゃないので、ちょっと粘って、2体ほどね、欲しいのでね。まあ捕まんなかったら捕まんなかったで、また行ったり来たりして繰り返すしかないんですけど、まあレベル上がるからいいかなって感じで。まあ、大体2分の1まではいかないけど、まあ大体そのぐらいの確率で、まあ2体ぐらいここまで来れば捕まえられるので、たまたま、ダメか。あ、怒り出した。まあこれをね、まあ捕まえるしかないんですけど、まあ、とりあえず捕まえますね。
あ、いたいた。まあ、根気のいる作業ですけどね、何回か行ったり来たりしたらね、出てくるので、まあ、これ捕まんなかったらまたこの繰り返しなんですけど、まあね、このね、作業の積み重ねが、まあ、モンスターが出来上がった時にね、あー、出来上がった、みたいなね、達成感がね、やはり面白くてやる感じですよね。まあ、面倒ですけどね、簡単にできたらね、逆に面白くないですもんね。まあ、こんなことを日夜繰り返してるんですよ。あの、裏作業でね。あー、どうかな、どうか。あ、捕まえた。これまたね、行って、なんだろう、これ、ゴールドマンを違うデータに預けて、また来れば先ほどの数値なんですけど、またここまで来るの方が大変なんですよね。だからこのぐらいの数値だったら、もう粘ってね、捕まえた方がいいんですよね。あ、メスか。じゃこれを、例えばオスにしてもいいんですけど、これね、4体配合の材料で使うんですよ。だから、まあ、メスメスだったとしても、他のね、モンスターがオスオスだったらいいので、とりあえずね、まあ、2体、確保しました。でね、これを、まあ、今回、配合するモンスターで使うんですよ。なので、まあ、ここのね、ゴールドマンの下り入れましたけど、でね、ここでまずちょっと戻ります。そしてね、また再びこうやってね、レベル上げることになるんですけど、なんかこれでね、まあ、サミダレ切りとかあるので、だいたいこれ使えば一撃で倒せるんですけどね。お、スタートの前合いか。もうだいぶ強いんで、まあ、こんな感じでね、またハグレメタルを、まあ、レベル上げるんですけど、とりあえずね、4体配合でね、またメタルキング作りたいので、まあ、これをね、ちょっと10まで上げて、またね、配合したいと思います。はい、そしてね、先ほどのハグレメタルレベル上がったので、またね、ハグレメタル作ります。まあ、2体配合でね、また1体作ります。これでね、ちょっとオスの杖装備させてるので、これでオスできますよね。まあ、また同じなんですけどね。ハグ都市。これ今、ハグ用っているんですけど、これね、レベル5なんで、これもね、レベル上げていきたいと思うので、これとね、先ほどのハグ都市とこのハグ用ね、親の親がね、まあ、ハグレメタル4体配合でメタルキングできるので、まあ、レベル上げてきて配合してメタルキングもレベル10まで上げて、まあ、配合したいと思います。そこまでねちょっと長いんですけど、まあ、その間にちょっとねやっておきたいことあるんですよ。その間にやっておきたいのが、とりあえずね、前作ったメタルカイザーとこのキングスライム配合します。まあ、これでね何かできるってわけじゃないんですけど、これがねまず一つなんですよ。でメタルカイザー、まあ、転生の聖剣で一応メタルカイザーでいいんですけど、まあ、どっちもいいんですけど、レベル上がりやすい方でもいいんですけど、とりあえずね、まあ、なんかこっちの方がしっくりくるので、メタルカイザーメス生まれましたよね。はい、まあね、先ほどのね、あのメタルカイザーいましたよね。まあ、あれもう1体作らなくちゃいけないんですけど、まあ、めんどくさいんですよ、本当に。だからこのメタルライダーと、これハグレメタルをね、とりあえず配合します。これで、今、メスの杖持たせてるので、あの、メタルスライム同士を配合したハグレメタルがいるんですよ。っていうのが、メタルスライム、メタルスライム、ハグレメタル、メタルライダーで、あの、メタルカイザーができるんで、まあ、とりあえず、このダークスライムでもいいんですけど、とりあえずね、その、親がね、その4体配合の遺伝子持ってないと意味ないので、まあ、これ作りますよね。まあ、これすぐレベル上がるんでいいんですけど、あの、後にね、また説明します、これはね。はい、それでね、持ってるんですけど、もう一体ね、メタルカイザー作ります。まあ、配合しますね。と言いますのが、またこれも紹介しますけど、お、オスメスメタルカイザーだ、珍しい。まあ、どっちもいいのじゃ、これ。メタレット。まあ、これある意味レアですよね、オスメスってね。まあ、先ほどのね、ハグレメタルもまだ上げてる最中なんですけど、これね、ハグレメタル同士。で、メタルカイザーなんですけど、まあ、配合方法こうですよね。メタルスライム、メタルスライム、メタルライダー、ハグレメタルでできるんで、まあ、これを持ってますよね。そして、まあ、とりあえずね、今モンスターがね、わけわかんないことになってるんですけど、あ、夜になったね。まあ、夜関係ないからね。まあ、どうやってね、レベル上げてるかって言いますと、まあ、メタルスライムね、捕まえながら、
まあレベル上げてもいいんですけど、もう簡単に、ね、配合するときはこのね、アルカポリスからヨドムア島に行ったら、ヨドムア島はすぐね、キラーアーマーとかいるので、しかもこの入り口の目の前にこの回復があるじゃないですか。で、ここを使っても、まあ、例えばこう回復しますよね。で、ここでキラーアーマー戦うのもいいし、ここで特技で、まあ、口笛使ってもいいですし、だからキラーアーマー出てくるので、まあエスターク1体で何とでもなりますよね。まあ、ちょうど今3匹出てきたので、もしかしたら相手がね、攻撃してくるじゃないですか。それによって、まあ、落ちる可能性もあるじゃないですか。このメタルカイザーレベル1なんかね。あ、落ちないか。例えば落ちちゃいましたと。そしたらね、すぐ近くに先ほどの回復があるので、まあ、そこで生き返るのでね、まあ、こんな感じで繰り返していれば、まあ、レベルが上がるので、おお、7まで上がった。成長早いんですよね、メタルカイザー。で、仮にレベル上がったとしたら、このスタンバイと入れ替えで、例えばね、このね、ハグオとかさっき作ったのいるじゃないですか、これね。レベルがまあ8とか3とかなんで、これを全部10にして戻れば、まあ1回でね、配合一気に進みますよね。まあこんな感じで、またメタルスライムがいなくなったら、この先まで行って、モルボンバ島まで行って、まあレベル上げつつ、メタルスライム捕獲してて、まあこのね、単純作業の繰り返しですね。そしてここでレベル上げて、まあアルカポリスがね、2階でメタルスライム同士配合できるので、まあそれをやって、このヨドムア島でレベル上げて、で、ここでルーラ使うと、アルカポリスの G ピットまで一瞬で戻ることできるんで、まあ、すごい効率いいんですよね、ここね。まあ、そんな感じですね。あ、ちなみに言おう言おう思って忘れてたんですけど、これ、今3体いるじゃないですか、モンスター。これ、例えばエスターク1体とかで戦うと、経験値、普通よりいっぱいもらえます。まあ、分散されてる感じかな。なんだかんだ言っててね、もうちょっとでレベル10になるので、まあこれでメタルキングできるんですよね、10にしたら。まあ自分均等に上げてるんでね、ただ弱いモンスターだけ入れてると、倒せないんですよね、逆に。だそれが辛いかなっていう。あ、10になった。なんで、配合が10になったので、またね、配合の時間ですね。いやー、しかしハグレメタルは、経験値でね、2300ぐらいまで貯めたらレベル10になるんですよ。なんですけどね、2355で一緒ですよね。2700とかね。このエスタークがもう82000まで貯めてるのに25っていうのがね、また本当にすごいですよね。あと3500貯めなくちゃいけないので、でも上がり方が半端じゃないので、お、装備していないし。まあね。一回入れたり出したりしてるんでね。一回預けるとね、装備品外れるんでね。まあ、それはいいんですけど、まあ、大変ですよね、本当にね。で、こう、レベル10まで上がったので、特技で、まあ、ルーラーで戻りますよね。今回ね、このね、次の配合の、そのまま次の配合までね、行こうとしたんですけど、まあ、今回はね、この配合をやって、出来上がったモンスターでね、一旦終わります。というのが、まあ、最後ね、言ってる意味わかるんですけど、親がはぐれメタル同士なんで、もう4体配合でね、メタルキングになるんですよ。で、まあ、配合で作りますよね。あと、これもちょっとレベル上げるんですけど、まあ、今回やっちゃいますけど、これをね。メタルキング本当に一回でスカウトしたいですけどね。マスターが持ってるんですけど、まあ、ぶっちゃけね、まあ、どっちの方が早いんだろうな。エスタークをレベル上げて、まあ、攻撃力めちゃくちゃ高くして、そのマスターからスカウトするのも手ですし、まあ、そうやってる時間があるんだったら、メタルスライムをね、ひたすら捕まえてもいいと思うんですよね。まあ、そこは、まあ、個人のやり方だと思うんですけど、まあ、ぶっちゃけこのヨドムア島行ったり来たりの繰り返しなんですけど、ここにね、キラーマンね、まあ、お世話になりますよね。で、今度、パーティーをね、ちょっと2体にしてるんですけど、メタルキングだけちょっと上げたいので。
前スタッフいれば楽勝、なかなか本当に上がんないのでね、200のメタルエリアでも行かないと上がらないので、まあ、この状態で行けば、まあ、全然違うんですけどね、まあ、上がり方が。大スタークだけ重点的に上げるんだったらこのまま行った方がいいんですけど、そ、一個前の、なんて言えばいいんだろうな、スライムをね、何体か狩らないといけないんですね。まあ、512も入ってきましたよね。まあ、こんな感じで上げていくしかないんですよね。だから戦闘勝利回数がすごいね、まあ、少なくてもレベルが高いとかね、そういう意味だったりもするんで、まだ831回しかやってないですもんね。裏でもやってますけど、多分1200回ぐらいは多分やってると思うんですよね、戦闘。これ2体の時だったら、このエスタークだけで倒せるので。こうやって上がっていくので、またね、10まで上げて、配合したいと思います。はい、ですね、今持ってるこのメタルキングなんですけど、それとね、バブルキングですね、これを配合します。まあ、バブルキングになりますけど、とりあえずね、この配合が重要なんですよね。で、とりあえずバブルキングできるじゃないですか、これでね。で、オスなんですよ。まあ、そしてこのね、メタルカイザーいたじゃないですか。で、配合が先ほど紹介して、ね、また紹介するんですけど、このメタルスライム2体とメタルライダーとハグレメタルでできますよね。それでメタルカイザーができるわけですけど、それでできたこのね、メタルカイザーと、この下にもメタルカイザーいますよね。そのメタルカイザーとこのキングスライム配合したメタルカイザーじゃないですか、これ。だから要は一番左のメタエっているんですけど、その右にメタ太郎っているじゃないですか、上がね。それがこのメタレッドと同じ状態ですね。4体配合でできたメタルキング、メタルカイザーですね。メタルカイザーとキングスライム配合したこうね、メタルカイザーですよね。それと、はい、出ましたこれね。まあ、ハグレメタルの4体配合でできたメタルキングと、このバブミョンは、まあ、スライムナイトとアンクルホーンとかで作ったんですけど、A ランクのねモンスターいればできます。だから簡単に言うと、フラワーゾンビとかモノボンバ島にいますよね。あれと、例えばスライム系、まあ本当にスライムでいいんですよ、純粋にね。まあそれでもできるので、A ランクのね、スライムですね。バブルキング。それで、バブルキングができるんで、メタルキングとバブルキング。これのね、メタルキング、バブルキング、そして、メタルカイザーとキングスライム。この4体配合で、この下にグランスライムって書いてるんですけど、これができるんですよね。今回ね、ここまで作りたいと思います。そして、じゃあなんでゴールドマン必要だったのって言いますよね。このグランスライムとゴールドマンを配合しなくちゃないんですよ。で、それはまたね、後にね、パートで出しますんで。というのが、このグランスライムやっとできたじゃないですか。これを2体作らなくちゃいけないんですよね。なので、裏作業でそこまでやっときます。で、次回、そこの配合をやりたいと思います。まず、今回は、まあ、これでできるね、グランスライム、見たいと思います。はい、とうとうね、この時がやってまいりました。4体配合ですね。まあ、グランスライムができます。お、特性テンションアップついてんだね。S ランクか、これでも。まあ、こんなね、鬼畜な配合でね。まあいいですけどね、とりあえず作ります。グランスライム。そして、まあ、オスですよね。で、ゴールドマンメスだったじゃないですか、さっき捕まえたの。なんで、これとゴールドマンをね、配合すればいいんですけど、まあ、とりあえずね、それはね、また次回なんで。はい、とうとうできました。グランスライムですね。まあ、家系図的にこんな感じです。一番右ですね。メタルキング、バブルキング、メタルカイザー、キングスライム。メタルキングはね、まあ、ご覧の通り、ハグルメタル4体配合ですね。で、バブルキングは、A ランクのモンスターと、スライム系ですね。それでできます。で、キングスライム一番簡単ですね。最初のノビストの一番てっぺんにね、行けばいるので、まあ一回ぐらいでスカウトできると思うんですけど、問題はね、3番目ですよね。メタルカイザー。これが先ほどの配合でね、メタルスライム2体と、ハグレメタルと、メタルライダー、この4体でできます。まあそれで、まあその4体配合でね、できたのがグランスライムね。で、これを2体必要なんですよ。ああ、ここまでも大変なのにって話ですよね。
で、まあ、この裏事情っていうか裏話なんですけど、このグランスタイムなんですけど、まあ、このゲームでね、ちょっといないんですけど、ダークドレアムってモンスターいるじゃないですか、有名なモンスターね。あれが、テリーのワンダーランドってありますよね、ゲーム。あれが、自分実況してたのが 3DS なんですけど、あれゲームボーイ版と、あとね、プレイステーション版でも出てるんですよ。で、このね、ゲームボーイ版だったらいないんですけど、プレステ版だったらね、確かいたので、これ。デスタムーアと、ワタボーでダークドレアムができてね、ゲームボーイ版はダークドレアムが一番強いモンスターなので、まあ、一番強いっていうか一番面倒なモンスターだったので、まあそれでできるんですけど、このね、グランスライムというモンスターが登場したことにより、デスタムーアとこのグランスライムでダークドレアムができてね、ワタボーを使わなくて済むっていうね、まあそういう話もありますね。ワタボーを取っときたいときは、まあこのモンスターを作るしかないと。ただ作るのが本当にこんな面倒なんで、でね、これを2体作らなくちゃいけないので、今回ここまでで終わりにしますっていう話ですね。ということで、またこれもレベル上げてね、まあ、やりたいんですけど、まあ、ぶっちゃけね、今回ね、このアルカポリスからヨドマート行ってね、まあ、ご覧の通り、レベル10まで上げてすぐ配合しましたけど、これ魅惑のメタルエリア行って、レベルマックスまでね、例えば全部上げて、配合してって繰り返すと、もうステータスがね、今HP が90とかですけど、これがね、全然倍とかになったりするんで、本当にね、何百時間とかもかけてやった方がね、モンスターはね、強くなります。まあ、強いモンスター作るんでしたら、まあ、その方がいいですけど、自分ね、まあ、とりあえず配合全部埋めるのが目的なので、まあ、強さ求めてないんでね、まあ、対戦もする気はないので、とりあえず図鑑埋まればいいかなっていうのを目標で、まあ、実況してますね。なのでね、これだけでもすごい大変なんでね、やはりね、他の、例えば、まあ、スマホのゲームとかね、他のゲームとかもやってないとね、やっぱりね、本当にね、ちょっと気がおかしくなりそうですね。まあ、とりあえず、また裏作業で次回までに、このグランスライムもう一体作っときますんで、そのために先ほどメタルカイザーもう一体作ったじゃないですか。で、キングスライムはもう捕まえられるので、あとはね、今ちょこちょこ一緒に育ててた、はぐれメタル同士配合すれば、メタルキングできるので、まあ、そんなに時間かかんないかなと思うんですよね。また行ったり来たりで、3回ぐらいあれば多分できると思うので。そして、トラップボックスって言ったんですけど、このメタルカイザー使うっていうのが、まあ、こんなね、作るの面倒なので、あそこでね、スカウトしといた方が良かったって話ですね。まあ、そういうことです。ということで、まあ、今回グランスライムまでできました。なのでね、まあ、大変でしたね。まあ、この先、まだいるので、まあいろいろね、こんな感じで、まあじっくりじっくり紹介していきたいと思います。まあね、作るだけは単純なんですけど、作るまでが本当に、もう鬼のように大変なので、本当にこれやるときは覚悟してやった方がいいですね。図鑑をコンプするんでしたら。まあそれはね、やってて思います。まあ、ですけどね、もうやりだしたらね、最後までやるので、まあ最後までお付き合いいただければ嬉しいと思います。とりあえずもう配合のね、まあ、テリーやって、すぐこれ実況しちゃったので、もう配合がね、ものすごく疲れて、もう間にね、やっぱドラクエ9とかね、やっぱスーファミでね、エニックスの、ゲームあるんですよ。スクエニになる前の。あんなんとかもちょっといいもの見つけたのでやりたいなとかも思ってるんですよね。なんですけどね、ドラクエ9やってくださいっていうコメントしか来ないので、やっていいのかな、どうなのかなって思ってるところですけど、やっていいかな。まあ、それやりつつね、まあ、ドラクエも、例えば1日空いたり2日空いたりとか、下手したらちょっと1週間空いたりとかしますけど、まあ配信的にね、他のゲームやったからって遅れるってことはないので、うん、そうですね。まああと編集時間とかもあるのでね、まあそういうのも考えていただければ、まあすごいね、まあ効率よくモンスターも作っていけるんじゃないかと思います。ということで、配合はまだまだ続きます。まあ、例のね、ガルマッツも作れるんでね、あそこまでね、行きたいと思います。ということで、今回ここで終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。